赤月に立つライオンは、篠原知恵による日本の漫画作品。トルコのサフランボルを舞台としたサスペンスロマン傑作。ベッド数込2003年5月号から7月号まで全3話が短期連載された。全1巻。単行本の巻末には2003年7月に篠原が描いたトルコ取材雑記も収録。コミックス収録のトルコ取材雑記では、 以下のような経緯が描かれている。長期連載となった、天は赤い川のほとりが2002年に完結したことで、篠原は1年の休暇を計画していた。2002年の秋に、天は赤い川のほとりの読者を対象とした、トルコツアーの企画が持ち上がり、篠原もアシスタントともどもこれに参加することにした。その後、トルコの史実上の人物を登場させる。 歴史漫画である天は赤い川のほとりを日本人が描いているということでトルコの新聞記者にインタビューされその時に酒の勢いもあって秋のトルコツアーのことに触れこれを取材にして読み切り作品の執筆を公言してしまうこのため休暇は半年に短縮され本作が執筆される経緯となったエリナの下に 二年以上前からトコで NPO 活動に携わっていた兄高志が同僚の殺人犯として国際指名手配になったという知らせが届く。高志が所属していた NPO 団体代表のシンクレアの誘いもあってエリナはトルコへ赴くことにする。エリナが日本を立とうとするときにトルコから高志の出した国際郵便が届く。何の手紙もなく、 ムスカが入っているだけだった。イスタンブールに着いたエリナは、シンクレアの NPO 団体職員が住む家に泊まるが、そこで何者かに命を狙われる。タカシが向かった可能性があると、エリナは、一人で、サフランボルへ向かったが、その途中でも再び何者かに命を狙われる。そこを救ってくれたのは、アルプアスランだった。サフランボルの郵便局で、 確かに手紙を出したのが、高市であることが分かった時、シンクレアが二人を襲った。アルプアスランは、麻薬捜査官であり、シンクレアが、麻薬密売の大物ということで、潜入捜査をしていたのだった。高市が送った、ムスカの中には、エリナに宛てた手紙が入っているだけで、シンクレアが、麻薬密売に関しているという証拠はなかった。しかし、エリナが、 ムスカが送られてきた封筒の宛中きシールの下に写真が隠されていたことに気づく。その写真はシンクレアと先日逮捕されたロシアの大物麻薬販売人との会合の写真だった。ありがとうございます。